い、今回は、水曜どうでしょうですね、水曜どうでしょうの面白さを、語っていきたいと思います。で結構ね、オンタイムで私はね、あの水曜どうでしょうを見てなかったですが、後にやってる再放送なんかでね、見るということがありましたので、本数もね、かなりの本数見てると思いますね。なので、まあそれについてね、面白さを語っていきたいと思います。はい、でまずはですね、巻き込まれ感ですね。はい、大体ですね、大泉くんがですね、巻き込まれていくという、そういうね、面白さがありますね。例えばね、まあ、サイコロの旅っていうのがあって、サイコロ振って、それによって行き先と、乗り物を決めていくということで、まあ、深夜バスでね、長距離バスで博多まで行くとか、そういうね、むちゃくちゃな企画をね、やって面白いんですけども、まあメインの企画と言ってもね、いいと思うんですが、まずはですね、大泉くんが、それを知らされてないで、参加するわけですね。はい。で、この聞いてないよっていうね、そういう面白さがありますね。うん。まあ巻き込まれていくね、その面白さというか、楽しさというか、うん、まあもちろんね、大泉くんが嫌だって言ってね、帰ってしまうこともできるとは思うんですけども、そこはですね、空気を読んで、しぶしぶね、ついていくというね、その緊張感っていうんですが、うん、それがね、面白いということですね。はい、それから、サイコロの旅が出ましたので、サイコロの旅のね、なんていうか、自分たちで自分たちを多く縛ってしまう感じ、つまりサイコロを振ったらもうそれに絶対ね従って、行動するというね、そのね、感じですよね。うん、これはね、面白いですね。普通の旅行だったらですね、まあ疲れたから今日はあんまり動かないとかね、まあちょっと都合が悪くなったから途中で切り上げて帰ってくるとか、そういうことがね、いくらでもできるんですが、このね、サイコロの旅の企画ではですね、まあ絶対的なこのサイコロの目に従うという、そういうね、唯一の、まあ、縛りがあるわけですね。うん、これはね、みんな誰しもね、やった子供の頃の遊びでですね、これがあったらこうとかね、これをやるまではねねしないとか、そういうね、決め事ってありますね。うん、それをね、もうちょっと拡大して、エンターテインメントにして、送ってると。まあかなり無理をしたね、スケジュールなので、通常のね、旅ではできないような表情、できないような、出てこないようなセリフ、があってですね、ちょっと面白いですよね。見てる方としてはね、やってる方がもちろん大変だと思うんですけども、見てる方としてはですね、その大変さがなくてですね、まあ、面白さだけが引き立つというね、そういう、まあ、なんていうかお得感がありますね。はい、それでですね、旅の途中でね、各地の名産品を買ってですね、電車の中で、まあ、食べると、おやつ代わりに食べると、
いうことがよくあるんですが、甘いものが出てくるんですね。なんかね、お饅頭とか、ちょっとしたプチケーキとか、それがですね、引き起こすミニコントというか、これがね、面白いんですね。ミスターですね、鈴井さんですね。ミスターが、こう、甘いもの苦手なのに、みんなから甘いものを勧められて、食べざるを得ないというね。で、もみじまんじゅうとかを5個も6個もね、食べてしまうという、そういうね、面白さ。なんていうか、それがね、毎回ね、あるんですね。甘いものが出てくるたんびに、ミスターがこうみんなからね、食べろ食べろって言われて食べさせられるというね、一種のこうノリなんですけど、これがね面白いんだけども、一回でも面白いんですけど、毎回ね、そのノリがね発生するわけですね。これ前も見たよっていうね、そういうね、ちょっとね、よく、表現できないんですが、面白い。定番のね、ミニコントですね。はい。はい、で、このミニコントといえばですね、大泉くんがですね、登山家になるというね、そういうミニコントも、ありますね。冒険家というか登山家で、大泉くんがですね、ベテランの登山家としてね、こうキャラクターになって、で周りのね、スタッフやミスターがですね、いろいろとこう講義を受けるというね、この授業を受けるというか、インタビューをして、旅のね、冒険のコツを聞くというか、そういうね、ミニコントがあるんですが、これもね、面白いですよね。行く場所はですね、この旅で険しい場所もあるんですね。はい。結構ね、ジャングルもね、行きましたし、アラスカもね、行きましたし、国内でもね、厳しいところはあると思うんですよ。ですけどね、観光でね、観光ツアーで行ける範囲内で、行ってると思うんですね。ですから、それほどね、すごく危ないっていうことじゃないと思うんですが、それをですね、この冒険家になった大泉くんが、この盛り上げるというね、ここはすごく危ないとかね、そういうふうに盛り上げる、そういうね、コントですよね。はい。いやー、これはね、すぐできますし、準備するものもね、あんま必要ないですし、いや、これは面白いですよね。はい。で、このミニコントですけども、大泉くんがですね、有名シェフになってね、料理人ですね、シェフになって、みんなにね、料理を振る舞うという、そういうコントが、コントって言ったらあれですけども、そういうノリがね、あるんですね。結構面白くて、それが結構多めに出てるのが、アラスカに行った時に、キャンピングカーの中でね、大泉くんが料理担当と、毎回ですね、毎夕食ぐらいかな、時間をかけてね、料理を作るんですね。いやー、これ面白かったですね。
まあ料理、がね、まあ、ぶっつけでやってますからすごく美味しくできたりね、まあそうでもなかったりと、そういうことがね、あって、まあ、ちゃんとね大泉くんがこう料理人であるというね、その振りが効いてるわけですね。超有名な料理人なのにあんまり出来が良くないというね、まあその振りがきちっと効いてるんで、まずくてもちゃんと笑いが起きるということですね。逆にね、あのまずいの連発してて意外にうまいのができたりとか、そういうね、面白さもありました。はい、でね、この水曜どうでしょうの面白さですけども、結構ね、まあ、グダグダになってしまう時もあるんですね。はい、まあ最後がねグダグダになってしまうような、まあ、野生動物を見に行ったりね、オーロラを見に行ったりするんですが、まあ、結局見れないとかね、そういうグダグダになる時もあるんですけども、まあ、これはね時間の関係上ですね、まあ、何日間しか入れないとかそういうことがあるので、まあ、これはしょうがないと思いますね。もっとね2週間とか3週間とかいれば確実に見えると思うんですけども、なんせね、数日しかいないわけなので、こういうね、まあギャンブル性っていうんですかね、まあ、そのグダグダ感は非常に、ね、リアルだと思いますね。実際にね、数日間で、まあ、旅行に行けば、目的ある旅行に行けばですね、その目的が達成できないこともあるわけですよ。何かを見に行くとかね、なのでとてもね、リアルな、作り物ではないね、まあ、本物感が漂うような、そういうね、まあ、旅行ですね。はい、それでですね、そのグダグダ感という点で言うとですね、ヨーロッパに行った時にね、まあ、お金をですね、お金を両替してなくて現金がない、しかもカードも使えないとか、そういうね、困ったアクシデントもありましたね。いやー、これなんかはね、まあ実際に、まあこう脚本で書けないようなリアルなね感じ、まあ旅行に行ったらね、そういうことって起きますよね。で、普通のね実際の旅行では結構アクシデントが起きるんですよ。電車の時間間違えたとかね、乗り遅れたとか、宿がないとかね。だからまあ、それをですね、まあ、包み隠さず、出すんですね。はい。このあたりもね、まあ、カットしないでね、カットしないで、全部見せてしまうという、そういうね、まあ、新しさっていうんですかね。まあ、ちょっとね、言葉で表現できない、面白さがありますね。はい、水曜どうでしょうのね、出演者ですけども、まあ、大泉洋君とですね、ミスター、この二人がね一応メインの出演者なんですね。はい。それからディレクターが一人とカメラマンが一人、まあ計4人ぐらいでね行くんですが、基本的にカメラに映るのは、まあミスターと大泉くんだけ、二人なんですね。でね、このね二人ですけども、キャラクターがね、非常に立ってて見分けやすいんですね。
まあ、あの外見的にもね、あのすぐ見分けがつく外見ですし、呼び方もですね、大泉くんの方は名字で呼んでるってことですね。で、ミスターの方はですね、愛称で、ニックネームでミスターと呼んでるので、この呼びかけただけで、どちらがどちらか分かりやすいですし、覚えやすいということなんですね。この辺はうまいやり方ですよね。それでですね、この2人の出演者の見分けがつくっていう話ですけども、まあ、顔形とかね、まあ、違いますし、表情もね、個性的な、表情をしてますので、まあ、見ればすぐ分かるんですけども、2人のね、見分けがつくんですけども、まあ、このね、旅の道中なので、後ろからね、バックショットで、二人を撮るとかね、そういうことも多いんですね。まあ、要するに、後ろ姿、背中しか、二人の背中しか見えないとかね、そういうことがあるので、この見分けがね、難しいんですけども、まあ、特にね、サイコロの旅や、海外へのね、旅で、まあ、それは顕著に見られるんですが、大泉くんがですね、結構紛争をしてるんですね。コスプレみたいなものをしてるんですね。それでね、一回ね、この鈴井、まあ、ミスターと大泉くんの服装がね、似通ってた時があるんですね。革ジャンかな？革ジャン着てる時に、ミスターが黒の革ジャン、大泉くんが茶色の革ジャンをね、着てたんですね。で、これはね、やっぱり分かりづらいですよね。水曜どうでしょうね。毎回見てる人は、まあ、すぐ見分けがつくと思うんですけども、初めて見た人とかがね、ちょっと分かりづらいなと、そういう感じを受けると思うんですね。なので、まあ、多分意図的にだと思いますけど、これ以降はね、まあ、この二人の、メインの二人の衣装が、すぐに見分けがつくように、まあ、特に大泉くんが変な格好してるんですけども、こういうね、配慮がなされてるんですね。いやー、これはね、意外と、まあ、見落としがちな盲点ですよね。まあ、視聴者に配慮した、演出だと思います。いいね、とてもいい演出だと思いますね。はい、このね、ミスターと大泉くんの二人のコンビですけども、このコンビがね、結構バランスが取れてて、いいんですね。まあ、大体のね、最初の設定は、ミスターは、こう、番組サイドなんですね。はい。で、大泉くんは、まあ、巻き込まれていくような視聴者のサイドということなんですね。はい。で、まあ、急にね、旅に出ると言われて、まあ、行きのね、ロケバスの中で、まあ、知らされる大泉くんなんですね。で、やっぱり嫌がるんですね。実際ね、嫌がってる、部分もかなりあると思いますけども、それをですね、周りのスタッフやミスターがこうなだめすかして、連れてくわけですね。でね、そうなるとですね、必然的に大泉くんはテンションが低いんですね、最初は。でミスターはノリノリのテンションが高いんですね。まあ、誘って強引に連れてこうがノリノリのテンションである。ミスターの方がね、テンションが高くて、このハイテンションを利用して、こう、ドン引きしてる大泉くんを巻き込んでいくという、そういう構造なんですね。はい。
旅の最初はミスターがノリノリで、大泉くんがテンションが低いということなんですけども、まあこれでなんとかバランスを取りつつね、まあ旅に出るということですけども、ミスターもですね、途中で、まあテンションが落ちてくるわけですね。やっぱり長距離バスや甘いものをたくさん食べさせられたりとかね、ちょっと過酷な試練があるので、テンションは落ちてくるということで、このディレクターからですね、まあここ行ってみないって言われた時に、ミスターがちょっと嫌がる乗り気じゃない、シーンも出てくるんですね。まあ、スタッフサイドであるはずのミスターがちょっとね乗り気じゃない場面も出てくるんですね。うん、はい、でこのねミスターのテンションが下がってきた時にですね、大泉くんが空気を読んでると思うんですけども、テンションを上げてくるんですね。大泉くんがテンションを高くしてですね、ノリノリで行こうというわけですね。でミスターは、まあ、テンション低くて渋々いやいやついていくということで、この旅はね、進んでいくということなんですね。ですからまあどちらかがテンションが高くてですね、どちらかがちょっと落ちてると、そういうね、バランスがいいんですね。はい、もちろんね、両方ともノリノリのシーンもありますね。はい、まあ、そこは問題なしと。でね、両方とももうまあ、渋々な時あるんですね。テンション低くて、この時はね、まあ、本物なんですね。本物のまずい時なんですね。だからこの時はですね、ディレクタースタッフサイドもですね、それをちゃんと察知して、まあ、気を使うと、そういうことをやってますね。はい、このね水曜どうでしょうですけども、まあ外のねロケが、結構多いですね。旅行の最中にねこうの映像が結構多いんですよね。で絵はがきのね風景を見に行くっていう、まあ会があったんですけども、その前にですね、まあ風景が撮れていないっていうね、まあ自己反省があるんですね。はい、はい、でまあ視聴者にね、風景をいい風景をお届けできていないというね、そういう自己言及があるんですが、まあよくよく考えてみるとですね、このミスターと大泉くんを撮ってるシーンが長いんですね。うん、これはね、まあ、そうなんですけども、まあそれでもね人気が出るということは、これはあることを示してるんですね。まあ、いい風景とかね、うん、面白いこう建物とか、珍しいものとか、これはね、まあそれだけでももちろん面白いですけども、他の番組でも見れるんですね。はい、まあ他のね、普通のね旅番組でも見れる。に対してですね、この、大泉くんとミスターのリアクションが見れるのはですね、この水曜どうでしょうしかないんですね。はい、この二人のね、まあリアルなリアクションですね。もう嬉しい時もきつい時も、まあリアルなね、リアクション、これがね視聴者の心を引きつけるんですね。はい、私もね引きつけられましたね。